はい、どうも皆さん、こんばんは。Nボーイと申します。はい、本日はですね、G1 クライマックスをね、ちょっとまあ、辛口でね、振り返っていこうと思うんですけど、じゃあ一体ね、これどうやって、振り返っていくかと言いますと、今これ左の方にね、図というかね、点数がついてると思うんですよ。これ何の点数かっていうと、これ僕がちょっと前にやったね、生配信で、視聴者のね、皆様と一緒に、まあ、G1 クライマックス全体を通してみた、まあ、この選手たちの、まあ、独自の点数というのをね、ちょっと10点満点で、つけてみたんですよ。まあ、その高得点の選手もいればね、もちろん、点数がちょっとね、振るっていなかった選手もいらっしゃるんですけど、今回そんなか、この点数をね、まあ、参考に、参加者、G1 参加者全選手をね、振り返っていこうと思います。はい。じゃあもうね、人数も多いんで、早速ね、上から行こうと思うんですけど、まずね、ザック・セイバー・ジュニア選手が、まあ、優勝ですね。G1 クライマックス優勝したザック選手は、まあ9点であると。はい。まあこれはもう本当に、納得というかもうこの通りですよね。正直僕は10点でもいいなと思ってたんですけど、結構まあ辛口ということもあって、まあ9点ですね。はい。で、逆にそのなんでじゃ満点じゃなかったのかってとこなんですけど、まず一つとしては、その決勝のカードの試合内容、その辻陽太選手との、まあ G1 クライマックスの優勝決定戦の試合内容っていうのが、まあもちろんね、全然悪い試合ではなかったんですけど、まあ、正直 G1 の優勝決定戦にしてはそこまでめちゃめちゃ噛み合ったすごく心躍る試合というわけでも正直なかったんで、まあ、そこを加味して少し点数が、下がったのはありますね。はい。ただ本当それぐらいというか、まあ実際やっぱその A、B ブロック通し7勝2敗というね、勝ち点14圧倒的な1位ですし、まあ負けたのも本当2人だけというね、こともありますし、あともう本当に今年の G1 クライマックスはね、もう僕はいつも言ってますけど、本当ザック・セイバージュニア選手が、優勝する年だと思ってたんで、もう本当にザック選手がその通り優勝してくれたのが、本当これがやっぱ一番で、ね、もう大事なことなんで、もうその確かに試合内容ちょっとそこまでね期待通りではなかったかもしれないけど、もうそれを入れても本当にもう、今年の G1 クライマックスのまあ一番の、主人公はザック・セイバージュニアで、間違いないと思いますね。はい。で、二人目ね、高木慎吾選手。高木慎吾選手が、8点ね。まあ、8点結構僕高いなと思ってて、まあ、辛口でやるんだったら7点ぐらいかなとも思ってるんですけど、ただ高木慎吾選手に関しても、まず、ちゃんとまあ、結果を残していると。まあ、実質ね、A ブロック2位ぐらいの、とこまでつけてましたし、あとやっぱ試合内容に関しても全試合通して非常に、クオリティが高いと。で、やっぱその盛り上げもうまいし、まあ、メインを務めた回数もね、最多の4回ということもありますんで、まあ、非常にやっぱ高得点かなとは思うんですけど、ただやっぱ高木選手に関してはちょっと、負けが多いんですよね。高木選手にしては、要はその負けてはいけない相手に結構負けてるんですよ。まあそれこそカナム・ニューマン選手とか海野翔太選手に高木選手は負けてるんで、やっぱそういうちょっとあんまり負けてはいけない、落としてはいけないところを落としてしまいがちなところがあるんで、そこがちょっとまあマイナス要素かなっていうふうには思ってますね。はい。ただまあ本当それ以外はもう本当試合のクオリティとかそういう面では全くね、相変わらず高木クオリティだったんで、はい、まあ高得点で全く、素晴らしいと思います。はい。で、3人目が、グレート王冠選手が7点ね。まあ、王冠様は正直、僕G1 クライマックス始まる前は、もう正直2点か1点かなと思ってたんですよ。もう、ごめんなさい。本当にね、全く期待しなかったです。もう、やっぱ開幕しかもね、やっぱ4連敗してた時は、もう王冠様はもう多分一番最初に、脱落がね、決まるんだろうな、ぐらい思ってたんですけど、もうそっからあれよあれよと5連勝して、ついにはね、内藤選手を倒して、まあ、その、ですかね、上位3位入りをね決めたんで、これはもう本当にめちゃめちゃ評価に値すると思います。まずその予想をやっぱ裏切ったんで、それは非常に素晴らしかったかなと思いますね。はい。ただやっぱ大川選手に関しても、せっかくね上位3名まで上がったのにコロッと高木選手に負けてしまったんで、ここまで来たのにちょっとそれはあまりにももったいないな、どうせだったらまあ優勝決定戦とかまで行って最後までこうねハラハラさせてほしかったなという気持ちはあったんですけど、ただ高木慎吾選手ではまあ負けてしまったと、まあ、いうところと、あとやっぱ開幕の4連敗がまあちょっと響いて少し減点対象ではあるんですけど、まあでもやっぱ王冠選手は本当にね、もう一番多分予想を裏切った選手かなっていうふうに思います。はい。
で、次ね、次、イービル選手。イービル選手が、7点。まあ、イービル選手7点は、ちょっと高めかなと思う方いらっしゃると思うんですけど、まあ、イービル選手は正直、まあ、やっぱ開幕のね、5連勝か、4連敗なんで、あんまり印象的には正直良くないんですよね。まあ、5連勝しといて4連敗で結局上がれないんかいっていうのがあるんで、まあ、ここはもう正直マイナスポイントなんですけど、やっぱイービル選手に関しては、やっぱり、そのイービル選手でしかできない盛り上げ方っていうのを、この G1 としてやってて、まあ、特にその内藤選手との試合とか、まあ、ジェイク・リー選手の試合とか、まあ、ゲーブ・キッド選手の試合とか、やっぱそういうそこら辺の試合っていうのが、やっぱ非常にこう、イービル選手だし、もう本当にだから自分が闇に徹して相手を立たせるっていう、本当ヒールの鏡みたいな、試合内容をしてたんで、やっぱそういう意味でも本当にイービル選手というのは、本当もう G1 クライマックスのヒールとしての、役割としてはもうかなりやっぱ優秀な働きを、したんじゃないかなと思いますね。はい。もうできればね、どうしちゃったら上位3名入ってほしかったんですけど、まあそこでもきっちり入れないあたりもね、これヒールとしてもやっぱ素晴らしいなとも思うんで、まあ全然7点でも、全然問題ないかなと思いますね。はい。辛口でも7点でいいと思います。はい。で、次がね、内藤哲也選手。内藤哲也選手が、まあ、4点。これはちょっと低いなと思った方もいると思うんですけど、まあ、でも内藤選手は正直、やっぱり僕はもう本当に4点とか、まあ、3点とかでもいいなとちょっと思ってますね。やっぱりまず、内藤選手は、現役の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンってこともあるんで、もちろんね、周りからマークはされると思うんですけど、まあ、現役の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンが、まあ、5勝4敗で、上位3名に入れなかった。これは正直かなりの、マイナスポイントかなと思いますね。はい。まあ、やっぱりその、現役の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの方たちが、今、新日本で、まあ、一番強い選手ってことなんで、その選手がちょっと上位3名入れてないっていうのは、まあ、あまりよろしくないと。で、あと、内藤選手に関しては、やっぱり、ちょっとやっぱコンディションがあまりにも良くないかなっていうのが、目に見えて分かってしまってて、まあ、特にやっぱジェイク・リー選手との試合とかは本当にもう内藤選手の技が、かかりきらないみたいなところも何度も見受けられたんで、ちょっとやっぱ内藤選手は今回の G1 通してみても減点対象がかなり、多かったかなって感じはしますね。まあ、それでもね、コンディションの悪さで最後まできっちり走り切ったのはさすがだなって感じはするんですけど、まあ、ちょっとやっぱ求められるものに対してのものを、提供できしきれなかったかなっていう感じはどうしてもしますので、まあこの点数に、なってしまったかなっていう、形ですかね、内藤選手は。はい。で、次、真田選手ね。真田選手もこう3点ってかなりまあ低いんですけど、真田選手はね、僕正直本当に G1 通してあんまり印象に残ってないんですよね。真田選手の何印象残りましたかって聞かれたら、開幕ジェイク・リー選手に5分足らずで負けたと、あとハウス・オブ・トーチャーのイービル選手と対戦した時に、まあ、T シャツ着たあの T シャツ事件の2つぐらいしか覚えてないっていう、正直かなりやっぱ存在感的にも、まあ、印象が薄いというのがあって、そもそも点数つけるのも難しかったんですけど、でもやっぱ印象が薄いって要はその、なんですかね、こう記憶に残る試合が、まあ、あまりなかったってことだとも思うんで、まあ、この点数に、なってますね、これは。はい。正直印象に残ってないんで、あんまり語ることもないんですけど、まあでも、真田選手はちょっと、はい、まあ結果はやっぱ残せてないのかなと思いますね。やっぱ4勝5敗と負け越してるんで、はい。で、次、ジェイク・リー選手ね。まあ、ジェイク・リー選手も、4点。まあ、ジェイク選手は結構ね、僕も動画で言ってるんですけど、やっぱりその、外的枠として来て、まあ、全日本プロレスとね、ノアのトップ選手としてやってきた G1 クライマックスなったんですけど、まあ、やっぱその、なんともこう、試合内容が振るわないと。まあ、特にやっぱ開幕はね、真田選手に圧勝したんですけど、まあ、そっからどうよ、あれよ、これやとね、負けが込んでいって、ちょっともうなんか、だいぶ怪しくなってきたと。でも、ね、そのゲーブキッド選手戦あたりからだいぶなんかこう自分のスタイルを掴んだ感じがして、まあ荒々しいね感じにはなっていったんですけど、まじ、あ、ばその開幕の失速というのが響いて、結局は4勝5敗でまあ負け越しで終わってしまってると、いうことから少しやっぱ点数としては、低めかなって気はしますね。はい。
まあ、ただそれでもジェイク選手に関してはなんか僕はこの G1 クライマックス通して自分のなんかスタイルをなんかこういろいろ試していたのかなっていうか、その模索していた時期なのかなと思ってて、やっぱ最初はなんかこう今までみたいななんかこう真摯なヒールみたいな感じでやってたんだけど、やっぱでもオーソドックスだから荒々しいヒールでやっていこうみたいな感じになって、やっぱそういうゲーム選手との試合をきっかけにこう自分のスタイルがねバチってハマった感じがするんで、まあ、本当これからに期待かなって感じはしますね。はい。で、次ね、次はゲーブ・キッド選手。ゲーブ・キッド選手が7点。7点高いですね、これは。4勝5敗で負け越してるんですけど、7点ということで、まあ、ゲーブ選手はまずやっぱ勝ち点は正直恵まれてないですね。やっぱ負け越してしまってるんで、まあ、これはまあマイナスポイントではあるんですけど、ただゲーブ選手はやっぱそれ以上にめちゃめちゃやっぱインパクトに、残ってるんですよね。ゲーブ・キッドというレスラーが非常にやっぱこうインパクトに残ってると。もう印象に残ってる試合が非常に多くて、まあ、イービル選手との試合、ゲイブ・キッド選手との試合とか、ウビノ選手の試合とかね、本当にまあ印象に残る試合が多くて、やっぱちゃんと自分の、色を出し切ってると。で、しかも今回の G1 に関しては、ゲイブ選手、観客支持率がすごいことになってて、まあ、そのやっぱ開幕のイービル選手との試合なんかも、本当にとんでもないゲイブコールがね、来たりとか、あんなに悪いことしてたのに、めちゃめちゃお客さんから支持されるっていうね、とんでもない逆転現象が起きてるんで、やっぱそういうの見ると、やっぱゲイブ選手はちょっと、高評価を与えざるを得ないというのがあると思いますね。はい。まあ、姫姫。やっぱ今非常にね、注目されてるゲイブ・キッド選手かなっていう、感じはします。はい。で、海野翔太選手ね。海野翔太選手も3点。3点結構僕は本当にこれ辛口だなと思うんですけど、4点ぐらい上げてもいいなとは思うんですけど、まあ、海野翔太選手に関してはまず、まあやっぱ負け越しが決定してしまっていると。ここはまずマイナスポイントではありますよね。で、あとやっぱり、なんですかね、こう、まあ腰のね、怪我もあったとは思うんですけど、そこまでやっぱ試合内容で、なんですか、この名勝負を出すこともできなかった。ただ、まあ、海野翔太選手は上位、3名、ザック選手、高木選手、王冠選手に勝利してるんで、ここはかなりの、プラスポイントかなとは思うんですけど、逆に言うと、まあ、そこぐらいしかプラスポイントがないのと、まあ、やっぱりその海野選手には皆さんね、こう、優勝候補として期待をね、していた分もあるんで、まあ、ちょっと結果が振るっていないということで、まあ、この点数かなっていう、感じはします。はい。で、A ブロック最後はね、カラム・ニューマン選手が、4点。これは、補正の1点込みで4点です。で、カラム選手は正直2勝7敗なんで、まあ、勝ち点は全く恵まれてないし、一番やっぱ最下位ではあるんですけど、まあ、やっぱカラム選手はまだね、初出場だし、しかもまだ21歳。で、今年で22歳かなっていうこともあって、まあ、さすがにちょっとなんですかね、この補正を上げてあげてもいいと。もう正直、ここの予選突破して、この本戦出てただけでも僕はもう、カラム選手に関しては、合格だと思ってるんで、もう本当にもう4点、補正1点は全然上げてもいいなと思います。ただ、カナム選手は本当に試合内容とかは全然いいと思うんですけど、やっぱそのフィニッシュムーブを、押すカッターだけではね、何か一つの新しいムーブを、一つ作るとめちゃめちゃ化けるなとは、思ってますね。やっぱどうしても押すカッターだけだと、やっぱオスプレイ選手の印象が強いし、そもそもオスプレイ選手がもうつなぎ技に使ってたのが、押すカッターなんで、そこだけ改善すればよりね、伸びるとは思いますね。はい。で、A ブロックが終わって次 B ブロックね。B ブロックが、デビッド・フィンレイ選手。フィンレイ選手が、8点。まあ、デビッド・フィンレイ選手は、本当にもう B ブロック全体通してみても、安定感がすごいかなと思います。本当 B ブロックを、引っ張っていた選手のうちの一人で間違いないと思いますね。はい。まあ、勝ち点もちゃんとね、6勝3敗で勝ち越してますし、まあ、A ブロックをね、シードで突破してますし、まあ、竹下選手との試合とかもね、非常に良かったし、本当に逆に悪いところがあんまり、なかったかなと思いますね。もう全体的に高水準で、まあ、やっぱ辻選手ちょっと2連敗してしまったのは、まあ、マイナスポイントではあるんですけど、本当はそれぐらいかなって感じがしますね。あと連続パワーボムなんかもね、非常にこう絶望感があるし、まあ、フィンレイ選手のね、パワーの、こう見せつけにもいいんで、まあ、非常にやっぱフィンレイ選手は全体通して、高評価かなって感じがします。はい。で、次はね、竹下幸之介選手が、9点。こうザック選手並んで9点。竹下選手は僕正直10点上げてもいいなと思います。
思ってるんですけど、まあ、今回ちょっと辛口なんで、9点ですね。まあ、それでも本当にもう、G1 全体見てもトップクラスの、点数というかもう、評価を下してもいい、レスラーだとは思います。結果こそね、5勝4敗で一応上位3名には入ったんですけど、まあ、辻選手にね、負けるというね、ことがあって、あと逆にちょっと成田選手との試合以降、膝をね、攻撃されたんで、その開幕からね、それまでの勢いっていうのはちょっと竹下選手落ちてしまった感はあるんですけど、まあそういうマイナス評価加味しても、やっぱそれまでの竹下選手の試合内容が、やっぱ凄まじいと。本当にもう G1 クライマックスの、ベストバウト全部竹下選手が絡んでる試合が、もうほぼほぼあるんで、やっぱそれぐらいまずインパクトが残ってると。で、結果的にその A ブロックと B ブロックって、まあ B ブロックの方が印象残ってる試合多いなと思ったんですけど、まあその理由のも7割ぐらいは竹下選手がいるからっていうのもあるぐらいの、やっぱこの影響力があるんで、まあ本当にもう高水準、高評価を下さざるを得ない選手かなって感じが、しますね。まあ基本的に9点はちょっと辛口です。辛口で9点なんで、もう実質、10点だと思ってもらってもいいと思います。本当それぐらいの、素晴らしい働きをね、竹下選手は我々に、残してくれたのかなと思います。はい。で、辻陽太選手で、辻陽太選手も8点。まあ、辻陽太選手は正直、竹下選手にだいぶ割を食った感じはしますね。特に開幕戦でやったあの試合見て、やばい、こう竹下って辻陽太の上位5回や、みたいな。まあ、ちょっとそういうね、悪い イメージがついてしまった感はあるんですけど、まあそれでもね、やっぱきっちりリベンジしきってるし、まあ準優勝なんで、まあまあもう8点は全然問題ないと思います。はい。もう辻陽太選手、今年はちょっとね、やっぱザック選手は年なんで負けちゃいましたけど、まあそれこそもう来年以降は本当に優勝候補で、間違いないと思いますね。はい。で、次ね、次はジェフコブ選手。ジェフコブ選手が7点。まあ、ジェフコブ選手もね、結構やっぱいいとこまで行ったんですけど、まあ、なんだろうね、こう、ちょっと最後の最後にね、辻選手に負けて、結果出ずと。ちょっと前までなんかジェフコブ選手ってね、予選岡田選手とね、全勝独走、したりとか、かなり強キャラだったんですけど、ちょっとやっぱ最近のジェフコブ選手はそういうキャラ、強キャラ感が薄くなってるんで、まあそこはちょっと残念かなと思いますね。ただやっぱ全体通して見ても、ジェフコブ選手の試合ってまあ、外れないし、もう本当にフィンデイ選手と同じく、もう非常に高水準なんで、まあ7点かなって感じはします。はい。で、成田蓮選手、成田蓮選手が4点なんですけど、まあ、成田選手4点高くねってね、結構コメントあったんですけど、僕は全然高くないと思います、4点は。まあ、ほんと4点ぐらいが妥当かなと思ってて、確かにまあ、その成田選手って、まあ、すごい会場図書館みたいに静かにするし、まあ、ダブルクロスが本当にもう冷めるっていうのはすごくよくわかるんですけど、やっぱそのなんだろうね、こう、竹下選手との試合とかもそうなんですけど、非常にこう、なんかこう、理にかなった攻め方をするというか、まあ本当なんか金丸選手みたいな攻め方をね、成田選手がしていて、やっぱその試合の構築の仕方というか、試合展開は非常にやっぱ成田選手って今上がってるんで、まあ、なんかすごいまあ地味ではあるし、正直映えないし、フィニッシュホールドダブルクロスだから会場図書館になるんだけど、まあそういうなんかマイナス点ももちろん当然あるんですけど、ちゃんとやっぱ成田選手自身は非常にクオリティが高い試合をしてるんですよ。ただそれをなんか全部ダブルクロスの会場図書館事件と、あとまあ乱入で、すべてこう、なんすか、見えないような感じで、悪い部分を強調してるんで、なんかすごい悪いイメージが残ってますけど、まあ実際のところ冷静に分析したら4点ぐらいは全然あると思いますね。で、しかも、ちゃんとやっぱ5勝4敗って、勝ち越してるんで、はい、全然その4点は、全く問題ないと思いますね、僕は。で、後藤博樹選手。後藤選手が、7点ね。まあ、後藤選手も正直、結構大川選手と似てるんですけど、やっぱもう最年長ですよね。今、新日本プロレスね、ベテラン組にかなり厳しいんで、まあ、後藤選手もな、そんな活躍できないんだろうな、と思ってたんですけど、まあ、後藤選手に関しては非常にやっぱりインパクトある試合が多いと。もうなんだろうな、ほんとごっちゃんが B ブロック全体通してみても一番支持を、されていたんじゃないかっていうぐらいお客さんからの人気も高かったし、あと試合内容でもちゃんと見せたし、まあ後楽園ホールをね、子供締めもあったりとかね、非常にやっぱ幸福感に溢れる締めもされていたんで、まあ7点上げても全く問題ないと思いますね。本当にゲイブ選手と同じく負け越してはいるんだけど非常にインパクトを残した、選手は後藤選手かなって感じがします。はい。で、上村優也選手が6点。
上村選手、僕正直めちゃめちゃ G1 通して、株が上がった選手だと思ってるんですけど、ただやっぱどうしてもね、ちょっとその、開幕3連勝からの4連敗とか、あとまあ、怪我でね、やっぱ離脱をしてしまったところが、ちょっとマイナス点にはなるんですけど、まあ、本当に上村選手はマジで今、令和闘魂三銃士プラス、上村選手の4人の中でも、本当に一番格を上げたんじゃないかなっていう、感じがするぐらい、僕は G1 の上村選手には、かなりの高評価を下してるんで、はい、まあ、そういうマイナスポイントがありながらも、6点でも全く問題ないと思いますね。はい、で、次ボルチンオレック選手ね。ボルチン選手が5点、ボルチン選手ね、すごい。俺だって4勝5敗だよ。まあ、カラム選手の2勝7敗が普通だと思うんですけど、なんとボルチン選手4勝上げてると。まあ、1勝はね、上村選手のちょっと怪我なんで、まあ、実際のところ多分3勝6敗かなって気もするんですけど、まあ、それでもね、ちゃんと4勝上げてると。で、しかも試合内容も、まあ、荒いメインはね、まだまだもちろんあるんですけど、まあ、ちゃんとね、自分の試合内容っていうのができてるし、なんだかんだ竹下選手にも勝ったりとかしてるんで、まあ、ボルジン選手は全然5点上げてもいいと思います。はい。で、ヘナレ選手ね。ヘナレ選手もまあ、5点ですね。ヘナレ選手も正直、まあ、そんなにやっぱちょっと印象に残りづらかったっていうのはありますし、まあ、やっぱ現役のネバーの王者が、まあ、負け越しに終わってるのもマイナスポイントではあるんですけど、やっぱヘナレ選手はね、噛み合う選手とはやっぱすごい噛み合いますので、まあ、ちゃんとね、いい試合もしてるという点からも、まあ、本当は5点かなって感じがします。はい。で、最後はね、エル・ファンタズモ選手。ファンタズモ選手は、まあ、3点ですね、これは。はい。まあ、ファンタズモ選手はもう、正直言うと、いいところが、後楽園ホールの竹下選手との試合が、もう、あれが全てかなと思います。本当、あの試合だけで僕はもう3点上げているぐらいなんで、まあ、それぐらい本当にあの試合に関してはもう、マジで良かったです。本当にもう、G1 全体通してみても、もう、ナンバーワンマッチと言ってもいいぐらいの、凄まじい試合が、後楽園ホールの、ファンタズモ vs 竹下この好きだったんで、もうあの試合でもう全然3点上げてもいいんですけど、逆に言うとそれ以外がちょっともう良くなさすぎて、もうなんかファンタズモに関してはその試合内容というよりも、やっぱそのよくわかんないそのな、センチメンタル期間があまりにも長すぎて、覚醒したはいいけどもう遅いよねみたいな感じ、しかも覚醒したけど結局負けてるしみたいな感じで、ちょっと G1 全体通してみてももったいない部分が多かったので、まあ、どうしても低めの点数に、ならざるを得ないと。で、その優勝決定戦のハウスオブトーチャー絡みの下りも結局よくわかんなかったんで、まあ、どうしてもやっぱこう低評価にはなってしまうかなって感じはします。はい、というわけでね、今回まあ G1 クライマックス全参加選手をね、辛口振り返りしてみたんですけど、はい、まあでも僕も本当にこれ皆さんと点数つけたんですけど、本当にこんな感じかなって感じがします。非常に納得感があるね、点数になりましたので、まあ今年の G1 クライマックスもね、非常に良かったのかなって感じはします。はい、まあでもやっぱりね、今年は本当にザックと、竹下選手、あとまあフィンデ、高木選手、この4人がまあ試合内容的には非常に、ずっとまあトップとしてね、引っ張っていった感じがありますね。あとやっぱまあ王冠選手とか、辻選手がね、本当にもう期待以上の、躍進をね、してくれましたし、ちょっとまあ期待外れの選手もね、中には確かにいらっしゃったんですけど、まあ全体通してみても非常に良かったかなって感じはします。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。